1934年2月6日の危機1934年2月6日の危機は1934年2月6日にフランスで起きた暴動・クーデター未遂事件である。第一次世界大戦によってフランスの人口4000万人のうち560万人が、死傷136万人が戦死し、戦後のフランス経済は労働力不足に陥った。また、 戦前のフランス経済を支えた北部工業地帯はドイツ軍によって破壊された上、停戦ロシアに対する借款をソ連から破棄されてしまったことにより、戦時中調達した膨大な戦費を返済するため、対米債務が30億ドルにまで膨れ上がった。戦中、国土を破壊されたフランス・ベルギーなどと違い、ドイツ国内の生産設備はほとんど無事であったため、 両国はドイツからの賠償によって、経済を維持している状態であった。そのために、ドイツから賠償金が不払いとなると、フランス・ベルギーは深刻な経済危機に陥り、ルール工業地帯を占領することにより、事態を打開しようとした。しかし、ルール占領はドイツにハイパーインフレーションをもたらし、国際的に孤立したフランスは、ドイツの賠償プロセスにアメリカを参加させる。 ドーズ案に同意して撤兵した。その後、緩やかに経済が回復を始め、ドイツからフランスに対する賠償を減額する、ヤング案が発行した直後、世界恐慌の発生によって、アメリカからドイツになされていた投資が引き上げられたことにより、ドイツ・フランスに再び経済危機が発生する。フランスはドイツの賠償を確保するため、 ローザンヌ会議始め賠償の一部免除に同意した。しかし、ドイツの政権を握ったヒトラーは、賠償を放棄する宣言を行う。これに対しフランス国民は、ドイツの条約違反であり裏切りであると叫び厳罰を求めたが、再び外交的孤立に陥ることを恐れた、フランス政府は黙認してしまう。そのため、フランス国内には、社会主義、共産主義系政党と、 国粋主義的、ファシズム的政党が急速に支持を広げた。1932年5月には、ポール・ドゥメール大統領が暗殺され、1933年の間には、首相が3度変わるなど、深刻な政治危機が起きていた。1933年の12月末に、バイオンヌの私立銀行が倒産し、担保とされた宝石類が模造品であったことが発覚する。 これにカミーユショータン内閣の植民賞、アルベル・ダリミエなど政府要人が関わった詐欺事件であるという疑惑が持ち上がり、銀行の設立者スタビスキーが逃亡先のスイスで自殺しているのが発見されたことによって政府に対する不信は最高潮に達し、カミーユショータン内閣は総辞職した。これを後期と捉えたアクションフランセーズ、愛国青年同盟、ソリーダリテ・フランセーズ、 フランシステなど、右派団体が連携して、ムッソリーニのローマ神軍やナチスのミュンヘン一揆を再現しようとした。これら右派勢力の党員や先導された民衆により、フランス国会前で暴動が発生し、一部は国会内へ侵入した。しかし計画の肝とされていたクロアド風のフランソワド、ラロック総裁が団員に参加しないよう言明したため、 クーデター計画は失敗死者16名と負傷者2304名を出して収束した。この事件は、はじめ、2月6日事件と呼ばれ、議会政治の危機、フランス第三共和制の危機などの意味合いを含んで、1934年2月6日の危機と呼ばれるようになった。2月6日事件は、政府や知識人に大きな衝撃を与え、翌日の2月7日、 エドワール・ダラディエ内閣は、総辞職し、前大統領ガストン・ドゥメルグが、右派閣僚を含む新内閣を成立させることで事態の打開を図ったが、反発した左派勢力が連携し、ドゥメルグ内閣組閣当日に、全国で450万人を動員した、ゼネラルストライキを決行する。3月5日には、 反ファシズム知識人監視委員会が成立するなど、右派勢力に対する危機感が高まり、後に成立した人民戦線によって、クロアド風が解散させられるなど、厳しい締め付けが行われた。ミシェル・ビノックチョ、フランス政治危機の100年、パリコミューンから1968年5月まで、吉田書店、2018年。ありがとうございます。